金キャニランクて金キャニランクて俺たちの金キャニランク最後に終わったやつじゃないか。ほんとじゃん。復活の復活の春ウルレルじゃん。え、最後金キャニだったっけ。だって僕がマスター落ちたの金キャニだから。あ、そうだね。あのバカみたいに無限に落ちた時か。そうそうそう、ボカンとバグの時だ。そう無限にマニ120。さすがに怒らないんですよね今は。いや怒らないっしょさすがに。確かに伝説の24時間遅延、12時間遅延。あれ伝説すぎてなんかもう配信者界隈で軽く語り継がれてるからね。もう逆に伝説の12時間遅延が行われた配信があるって。そのマップキングスキャニオン、このランク今からやろうとしてんのマジ。まあよ、昼ご飯の話でもバレるのが一番おもろかった。どんぐらい遅延してんだろうなっていうのをね、パッと見たらわかんないじゃん。5分なのか10分なのか30分なのか、まあ1時間はないやろみたいな思ってたと思うけど、12時間とかいうバケモンみたいな。俺はちょっと寝てたからな。全然寝てた普通に。なんなら一旦あの時一旦家帰って、でその後もう一回来てたし。あーそっか、陸の頃か。そうそう、その時一回お家に家帰って、そっからもう一回動画キーに来てみたい。モグリさん、渋谷さん、ありがとうございます。